到着。今日も結構いるかな。ピーカン。ちょっと雲あるかな。でも暑いわ。さあ、そしたら撮影の方していきたいと思います。今日はビジョンピークスのクワトロアーチです。アーチやから4つのアーチなんやろ。これも結構あるな。これいいな。こんなこれ。面白い。スリーブの固定なんだって。ほら、はい、それでは4つの U 字ができたので、後ろそことそっち、こっちとこっちを、ペグダウンします。こんな感じちゃうね。ペグとペグハンマーを忘れたから付属の使うしかない、ね、で今日またポリタンクも忘れた。水どないして汲もう2週連続になるとやっぱり辛いね。でかっ、やっぱり6m70でかいな。 6m 超えはやっぱりでかい。なんかかっちょええな。めっちゃ全然これいいよ。ええマークだと思うよ。めっちゃ広いわ。ランドロックみたい。高さも結構あるし、だいぶ歩けるよ。これもほんまにトンネルやな。クワトロアーチいい幕やと思うこれ。3×6、36のグランドシートを持ってきたんで引きたいと思います。あれ、マット寸法間違うた。
3m30 の 6m70 じゃなかったっけ。だから 3m って 30cm ほど開くと思ってたら、なんのなんのどんだけ開いてんの外やんいいけどさ、マットサイズ間違うたかもね。よいしょ、ほら 3×6。 あれマットサイズ間違うた、マジだいぶ横幅あるぞ。はい、それではインナーの方をつけていきたいと思います。うん、このインナーを見ると値段そうかなって思うなそうか、高さないし結構不便。もうベンチレーションとあることはあるんやけどね。あ、中がかなり狭く感じるね。トンネル型やからしょうがないかもしれへんけどね。今日はね、いつも使わないもの縛りあんまり使ったことないもんばっかり今日は持ってきましたわ。では出していきたいと思います。アディロンダックのキャンパーズチェア、キャンピングチェア、どっちだったか忘れた。一応この椅子は大好きやねんけどな。あ、やっぱり座り心地最高ですね。これアルパインデザインのコット久しく見てなかったよキャプテンスタックのインフレーターマットとコールマンのブラゾス、見たことない使ったことないような気がする。よいしょ、まだ夜は寒いからな。コンフォートレード、それでコールマンの 3×3 のマット、でかいねんっていうか重いねん300、300、こんなやったらいいよね。横が空いてんのが気に食わんこうやって4、6、あのランドロックと同じやつ持ってきたよかった。そんなに幅ない思ったわな。スタンディングテープがぴったりやもんな、これでもな。はい、今日のウイングの張り出しはチンアナゴ、チンアナゴ一回使ったかなチンアナゴでしたいと思います。ポールは、DOD の、ビッグポール。いいんじゃね、張り付かないから普段じゃ絶対ありえないいいよ張り付かないから、ほら犬も引っ掛けへんし、まあ、全部オールメッシュになるしいいんじゃないかな。よいしょ、よっ、外観、よいしょ、外観こんな感じ。いいよ、ちょっ、ちょっ、はい、イエーイ。
しょうな。はい、ほいでね、今日は、珍しいもんばっかり持ってきましたよ。一回も使ってないもんな、スノーピークの包丁セット。えっ、かわいいの。まな板、こうマグネットになってるからくっつくのね、落ちないのね。まな板の包丁セット使ったことない。それと出たストームブレイカー、持ってきたやけよ、ストームブレイカー。これそれとスベア、今日ガソリン系でしか持ってきてません。焚き火もしません。面白いでしょ、たまにはこんなの。よし、メスティンご飯で、あとなんか こんなんも買ってたよな。これなんかスノーピークのチタンなんですよ。こんなこんな使ってない一回も、なので持ってきました。あーと、これも持ってきた、スノーピークの橋。なんかいろいろ凍ってるよね、この橋。面白いの、優秀やねんこれ。なんかこうやったらさ、なんか出てくるの、ほら、すごいねこれ。で、こうあー、で、こうでしょ、ほら、橋 L サイズね、これ。ほいで、今日の目的は、クワトロアーチ貼るのもそうだったんですけども、野外フィルムフェスをしようかなと。一人野外フィルムフェスで、プロジェクターと100インチスクリーンを持ってきました。で、これで、外に向かって映画を上映したいと思います。楽しそう。今日はゴミ箱まで持ってきたよ。ゴミ箱昔使ってたな、ゴミ箱もな。もう今100均のあの、何、こんなフレームのやつだけで十分やけど。相変わらずポツンと一つや。すげえ、なんじゃこりゃ。よいしょ。で、こんな感じで、どうでっしゃろ。広い広い、全室こんだけだったらもう十分だ。もうあとはのんびりするだけ。設営は終わったので、いい感じ。前回のチャイのリベンジ、取り寄せたよ。ホール、全部ホール、シナモンスティック、茶葉、カルダモン、グリーンカルダモンホールで、クローブのホール、長寿やね。よし、あと神社は、粉でいきますから。で、これで、チャイ、ホットチャイ作っていきたいと思います。はい、それではスベアで。久しぶりにスベアなんか使うよね。これで OK。 プレヒート中。よいしょ、よいしょっと。うわ、すごい匂いしてる。いい感じやね。
これで本格チャイができるんじゃないの。茶葉もうちょっと入れてもいいかな。もうちょい入れようか。このぐらい。おお、沸くの早い。おお、ええ色になってきてる。ちょっと火強いな。あ、もう沸いた沸いた。よし、そしたら牛乳を入れます。お、ええ感じじゃないのこれ。わあ、めっちゃええ匂いする。これやっぱり、やっぱり全然違う。この間のと全然違う。お、いい感じじゃないのこれで。ほら、いやー、美味しそう。よいしょ、それでは火を止めて、さあ本格チャイヤで。いやー、すごーい色が出た。マサラチャイだって。ほい、ほら、綺麗な色が出た。いただきます。あー、香りめっちゃいい。あ、最高最高。え、ちょうどや、やっぱりそれぐらいや。カルダマンも1個でいい、クローブも5つぐらいでいい。これでブラックペッパーがあったらもうちょっとピリッとするのかもしれへんけどね。シナモンもちょうどいい感じ。いこれぐらいの1個でちょうどやわ。いいっすね、景色を見ながらまったりチャイ、最高やね。あ、ゆっくりできるわこれは。やっぱ最高。だいたいいい時刻になってきましたよ。なので、ストームブレイカーの段取りします。